どうも山崎はるかです。ということで始まりました山崎はるかのネタがやりたい。この番組はお笑いにハマっている私山崎はるかがネタをやる番組でございます。はい、本日一緒におしゃべりするのは天使向井です。お願いします。天使向井さんです。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、ということでテレビスターじゃないですか。もう8月31日ですけど今日、はい、今月テレビ出てますね。すごい出てる。いや、わかんないです。あと本当にまあオンエアがどうなるかわからないんで何とも言えないんですけど。そっか、はい、そう予定ではね。予定ではテレビ出てますね。いやいやいや、そんなことないです。全然ね、やっぱもうめちゃくちゃ出てる方ばっかですし、もう人気スターになっちゃって。どこですか。俺が女の子と番組するなら大女優かな。大女優、石原さとみとかじゃないと無理かな。大女優だな言い出すのかな。大女優と俺ネタがやりたい、やるんですか。石原さとみさんと。いや、ちょっとそんな未来想像つかないけどな。もうやりたいなって言うのかなって思う。言わないですよ。悲しいなって。いや勝手に悲しまないでください。天使向井さん最初からちゃんとブレイクしてるからなって。いやいやいや、ブレイクもしてないです。何もしてないです。してますよ、すごいです。だってやっぱりね、お笑い好きの方に天心さんは知ってるかって言われたら知ってますし、まあそもそもお笑い芸人さんってコンビ名言って知ってるか知ってないかってめっちゃ重要ですから、うん、もしくはあのコンビ名知らないけどあのネタやる人ねかどっちかが知ってるっていうのはやっぱすごいですし、天心さんは絶対知ってるし、うん、しかも皆さんあの本当に知ってますか。もうこんなに今芸歴が長いので、うん、もう結構昔のね、まあ、M1 ってあの芸歴10年目までだったんですよ。今15年ですけど、うん、昔は10年目までだったんで第一、ね、はい、なので結構その昔10年目までの頃の天心さんのお二人って本当に、うん、まあ、結構年数あの連続でいい成績残してますからね。まあまあ第2回から第10回まで、うん、まあ9年連続準決勝ですかね。ね、本当にすごいんですよ。8年か9年ですね、うんうんうん、はい、でもあの今もそうなんですけど毎年いいとこまで行く人ってなかなか優勝しないんですよ本当に。でも、うん、いい成績を残してるんで実力はすごいし、すごいんですよ。違うんですよあの一度でもこの間けなされたんですよならわかるんですよ。はい、で急にまだね今回の趣旨も言ってない中、ね、今回トークスペシャルなんですよ。30分トークなんですけど、それも言ってない中で急にテレビスターだって言われ、はい、でテレビスターですよ。でどうも視聴者の声で、え、でもまあ急になんか最近出だしたのっていう声があったみたいに、いやでもね、もともとブレイクしてたんですよって言い出してるから、そんな何の予想なんですかそれ。いや別にいいじゃない。皆さんのご意見を、いやいや意見なくていいんですよ。予想で言ったんですけど、予想してましたね、はい、